わっさっ。いや、ぴまるです。はい、ということで、今日はですね、先行プレイやっていくんですけども、今日も新キャラの、先行プレイになっております。こちら、バイロンです。はい。見た目は、まあまあと、おじさんって感じですね。はい。おじさま大好きな人はね、いいんじゃないでしょうか。はい。じゃあ、ちょっとステータス見ていきましょう。サポートキャラですね。で、ウルトラレアで、これは多分箱から出るんで、まあまあ出づらいかなと思います。じゃあ、見ていきますね。HP が3500。はい。で、移動速度が普通と。通常攻撃、危ういスクリかなあ、まあ、なんつった俺今。スクリって何びっくり。自分でびっくりした今。危うい薬ね。びっくりしたよ、俺、本当に。頭おかしくなってるよ。さあ、内容ですね。長射程のショットを放ち、敵に、持続ですね。まあ、継続ダメージを与える。味方に当たった場合は、味方が徐々に回復すると。はい。ダメージ回復は、560という感じで、まあ、まあまあかな。射程は超長距離。だから、ジーンとか、ザベスとか、と一緒ですね。リロード速度が超高速。このさ、超高速がさ、超でもないよね。うん。だから超高速って言わないでほしい。はい。まあわかんないですけど、そこら辺は。次、必殺技、薬のフルコース。いや、麻薬人や、こいつ。危うい薬と、薬のフルコースってもう、麻薬や。薬人ね。はい。投げた、薬瓶かな？薬瓶で味方を回復し、敵にはダメージを与える。その量は2100。これね、動画で見たときは結構強かったんで、ちょっと試していこうかなと思います。レッツゴー！はーい、見ていきましょう。超長距離。おー、超長距離。なんか難しそうだな、これ。でも結構強いね。待って、ちょっと、持続ちゃんと見よう。1、2、3、3。3の530、1500の6018だから、1600ぐらい。1680とかそんぐらい。ごめんね、俺計算適当で。まあでもそんぐらいかな。はい。ちょっと射程のこの速度って何つうのこれ。ブロックと同じか、ちょっと遅いぐらいかな。結構、でもリロードは確かにごめん。超高速だったわ。多分超高速にすることによって、あれだよね。なんつうんだろうな。味方の回復も追いつかせるみたいな感じかなですね。で、これが、はい、2100。まあまあ強いじゃん。ウルトめっちゃ、待って、このキャラバカ強くね？ちょっと待って、ウルトの溜まり具合見てて。ちょっと待って。いくよ、ちょっと待って、出すよ。いくよ。一発当てたら、ちょっといなくなるだけで、もうここまで溜まってる。ごめん。普通だった。ごめん、普通。3発当てれば溜まる。まあ普通っていうかちょっと早いかな。で、マジ。強いよ、これ結構。めっちゃ強い。待って、俺このキャラめっちゃ好きかもしれない。めっちゃ強い。やばい。基本的に俺ね、範囲攻撃系は強いと思ってて。いや、強いわ、これ。待って、スタパとガジェット確認してないかちょっと見ていきます。はい。ということで、スタパとガジェット見ていきましょう。カンフル剤、薬剤を自分に注入して、おい。もう、麻薬中毒やん。こんなん。中毒者でしょ。薬剤を自分に注入してってやばない。はい。3秒にわたって HP を毎秒800回復。強いな。いや、待って、このキャラめっちゃ強いかもしんない。やばいわ。で、こちら、必殺技に当たった時、あらゆる回復の効果がキューブになって 50%。強ないまあ、スタパに関してはちょっとあれかもしんないけど、ポコタンクとか、ね、めっちゃ強いってことでしょ ?50% だよ。あらゆる回復の効果ってことは強ない自然回復も半分になるってことでしょやば待って、このキャラめっちゃ強い気がしてきた。最強やん。最強やん、このキャラクター。ちょっと、プレバトいきますか。待って、めっちゃ強いんだけど、これ。バカ強いじゃん。もうなんか、性能ぶっ壊れじゃないこれ。やばい、久々にぶっ壊れきた。このルーとかコレットより全然強いと思う。俺飛ばした今なんか。あれが自然回復が全然できないってことでしょで、さらにこの毒やん。もう当たったらほぼやばい。ほぼやばい。即死レベル。で、これでガジェット使います。そしたら、800持続は強えって。遠距離でこれは強いわ。マジか。え、バカ強いじゃん、これ。ブロスタって、自分で回復できるキャラってね、結構強いんですよ。昔から。ポコとかファムとか。強えよ、これ。いや、強い強い。え、待って、これさ、自分にさ、ウルト打っても回復すんかな。おー回復したぶっ壊れてないこれ。これを味方にこうやって当てさせて。あ、だった。当てんのが難しいわ。だから回復しに来てみたいな感じで来るんでしょ。え、やば、回復パンティバカ強そうこれ。待って、回復、俺が回復しなきゃ間に合わない。え、めっちゃ強いんだけど、これ。やば、バイロンやば。えぐない？いや、これ、俺、地味だと思うけど、ぶっ壊れだと思う、これ。一番今までで分かりやすいぶっ壊れかもしれない。ぶっ壊れやん。制圧のロボットも回復するか見ます？これ、制圧のロボット回復できたらちょっとおかしいか。さすがにやばいよな。あ、これね、環境があれになりました。なんだっけ、パムのガラクタさんみたいな。うわ、待って、このマップ。ごめん、昔からあるやつ、めっちゃ懐かしいと思った。全然やってないから。いや、でもね、体力が少ないからね、ゴリゴリはいけないね。難しい。だ常に、撃てないってのが多分そこが欠点かな。2発で死ぬじゃん、これ多分ザベス。あ、なんだろう、ほんとサポートキャラだわ。ガツガツいけない。ちょ、回復できるかな。あー、できないか。これはあ、制圧も結構強そうじゃない？わかんないって、ちょっとロボットさん。ちょっと。よいしょ。オッケー。いや、強っ。アイロンバカ強っ。ちょ、待って。ロボットは、回復しなかった。で、ウルトも多分ね、回復してない。金庫はさすがに、ないか。そもそも攻撃されてなかったって。いや、でもね、バイロンは強いよ、これ。近距離バイロン強いんじゃないこれ。難しそうだけど。で、回復でしょ？回復と。いや。よかったね、こんぐらいの範囲で。これさ、ウルトの範囲めっちゃ広かったら、これマジのぶっ壊れだったわ。ちょうどいいって言ったらちょうどいい。だから多分あれよね。モーティスとかね、弱いみたいな。だから弱点はある、ちゃんと。あれ？ごめん。最悪なんだけど今。検証したかったのに。そうだから弱点はちゃんとある感じ。ちょっとロボット待って、行かないで。知らないで、頼む。ロボット出してほしい。俺らがロボット出せばいいか。かけるとこ俺。そうだ、だから、モーティスとか、逆に近距離キャラにはめっちゃ弱いと思う。弱点はそこかな。あと、エムズとかもちゃんと当てなきゃ弱いキャラ。ルーと一緒かな。ルーもやっぱ当てなきゃ弱いじゃないか。難しい。そう。回復。結構強いな。オッケー。で、ちょっとね、ロボットが、ウルトは回復するかどうかもちょっと見ていきたいと思います。どうかな？さあ、行くよ。せっかくなんで、ここら辺に。回復はしてないですね。なるほど。じゃあ、制圧はまあまあかな。まあまあっすね。まあまあ。超強いけど、なんか、弱点を考えてみたら結構あるよ、みたいな感じでした。はい、以上です。ということで今日はね、こんな感じでバイロン触っていったんですけど、どうですか皆さん、コメントでぜひとも評価お待ちしております。ということで終わってみましょう。チャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いします。皆さん、それではまた、バイ。